家で楽しみ見つけよう。産経新聞2022年3月7日。恐ろしやで3500人超高速反戦デモ参加者。私今あそこで行われてることに関してどっちにつくとかどうでもよくて、反戦デモとか出たらあかんでっていうことをお伝えしたくこのネタを選びました。辞書レベルのお話ですが、デジタル大事典デモの解説、デモデモンストレーションの略、反戦デモデモったい、デモストレーションの解説、抗議や要求の主張を掲げて集会や行進を行い団結の威力を示すこと、市運動デモ。この市運動ってのは共産の委員長市の運動ではなく、市は威力や規制を他に示すこと、類語として出てくるのが面白い。検事、故事、脅かす、脅す、脅しつける、脅かす、威圧、威嚇、脅迫、恫喝、あ、恐ろしい。まあ、しかし一般の人たち、威嚇や恫喝、脅迫してくる人たちって案外気が弱いから仕返すと結構面白いことになんねんで。鳩がまるで鉄砲を食らったような顔ってこれかしらっていうのを何回か見たん。デモの主催者ってトモさん主義の人がやってるよね。トモさんって共産のことを言います。2021年7月19日の新聞赤旗、全部読みませんけど、命軽視の政治に異論、5つのは中止を、東京でデモ、今年中野区に北京でオリオリが開催される前は何も言わへんかったのにな、面白いな。で今年2022年2月26日欧州各国で連帯デモ、洗脳を止めよ、人々の命救え。今行われてることに対して抗議やってるんですけど、我々日本国民、ごくごく普通の家庭に育った人たちには理解できないこと。ちなみに私めちゃ箱入り娘に育てられようとして、門限えげつなくてお嬢様に育てようとして失敗したタイプやねんな。両親が20代と30代に他界して、仕事で社会統計の実に偉い先生の担当して、なんでこいつ偉いんやろ、意味が分かれへんって思って政治のからくりを調べ出したんですよ。私は戦時中までに出版された先人の書で歴史の真実を探って紐解いて、 Amazon Kindle 電子書籍で出版してきました。調べるきっかけは、社会党ってなんやねんやろ、政治学者ってこの程度でええの、嘘やん、なんで、お家柄がよろしかったらえってこと。大正デモクラシー市川房枝が素晴らしいように言うてるけど、ほんまか、気色あるからいろいろ調べ出したんですね。でも調べれば調べるほど赤い酸っぱい勢力がいて、トモさん系をみんな嫌っている。トモさんは共産のことです。インターネット SNS では、日本人であるならば保守でないといけないっていう洗脳が展開されていて、これまたほんまか。私がいろいろ調べてたどり着いたのは、右も左も保守言うてる連中も根っこが同じのマルクスちゃうの。うわ、政治の世界って本物の日本人不在。ごく普通の日本人の政治家の皆さん結構肩身狭いんちゃうの。日本の保守論客の皆さんって、お隣の K の国、藩の国、関東もいうところの宗教メディアでご活躍の方で、うわ、かんは無理やわと思いつつ、アベッチらが仲良していることに関しては目をつぶるしかないって思いました。なぜならば、宗教信じてる日本国民、有権者いっぱいおんねんし、それ利用してもらわれへんかったら自分たちの首絞める。この世の中には世界を牛耳る大きな勢力がございまして、資本主義、社会主義、共産主義、この3つの主義は揉めさせるために作ってるやんなんですね。資本だけが自由に楽しく生きられる社会、共産は必ず痛い思いや辛い思いをさせられます。恐怖支配されてしまい、指令によって動かないといけなくなりますので、お話ししなければ支配されないよ。赤い酸っぱい勢力受け入れなかったらいいんです。この世の中にはあちらこちらに工作員なるものがいます。石化工作員って言われてたみたいで、石化っていうのは思想を赤く染めること、共産主義に変えることを言います。工作員たちがやってることは洗脳オルグ、罹患工作。オルグっていうのは仲間に引き入れて構成員にしていくことです。今の状況を何とかしなくちゃってデモに出たら、トモさん主義の人たちに洗脳されます、オルグされます、やめときなはれって言いたいんです。特に今恐ろしやとウクのライナーでバンドンガンやってはるけど、そもそも
ソビエテル連邦のところで仲間割れ、ウクのライナはめっちゃいじめられっ子の立場で、人口の木が起こされて餓死した人がいっぱいいたんですね。そういうことされるところで北大西洋条約機構の NATO に入れてんかって言って、プチンプリンがプチンって切れたとか、いろんなストーリーを作って物騒な動きになっていってんけど、この世の中の大きな事件事故、紛争の層、戦の層とかは世界を牛耳る大きな勢力のシナリオによって動いてんやろなって観察してみるよろしいやねんけど、日本国は敗戦国で日米同盟があるからなんとかなってね、これまでまあまあええ暮らしができてきた、この体制を崩してはならない。で、私は今現在の岸田の風味に対して耳の穴から手突っ込んで奥歯ガタガタ言わせたろか的感情にありますが、それでも残念ながら自民しかないので諦めて夏の参院選ぶやつまで頑張ってもらうしかないと思ってます。前回の総裁選で最適やったんがあの風味やと思うんですね。広島の日中友好協会の会長なさってて、2006年7月には古賀の誠、岸田の風味、小野寺の逸典らと中の国の南の京って書くインチキ記念館、密造記念館に行ってはりますの。日米同盟のもとお米の国は何らかの事件を作って失脚させてくれると思います。田中の角栄、金丸の新、竹下の昇、小沢のいっちゃんも小沢訪中団として民主政権できた時、大勢の人たち連れて胡錦ちゃんのところに行ったよ。ちゃんの部分は党やねんけど、その後西松建設の問題が浮上し、秘書やったやつが逮捕され、えらいことになってたやんか。あの時の総裁選はあのお顔がゴロゴロ変わる女性の方、高市とかパフォーマンスだけの河野の太郎さんより良かったと私は思ってます。極道の妻なんて論外やと思うから、河野さんの票を割ってくれてありがとうやねんけど、とにかく今物騒な時代やけど、なんとかこの状況を変えなくっちゃってデモに参加するのはおバカさん。共産主義の人たちがいっぱいいるところに自分から飛び込んでいく必要はない。ミイラ取りがミイラ、飛んで火にいる夏の虫みたいな感じになるから、ニュースはネット上の新聞のタイトルだけ見てじっくり読まないこと、いろいろ見比べてみたら、あ、こいつ嘘ついてるとかあるから。私はノンフィクションが大好きで、娯楽として悪い酸っぱい勢力を観察してて、新聞各社のタイトルと中身照らし合わせてこういう動画作ってるので、とにかく新聞ありきでこう言うてるけどこう書いてるけどってツッコミ入れるとこ探してみたり、先人の書をベースに語ってるんでおもろって仕方がないんですけど、他の方たちは不安で不安で仕方がないって感情になって、ウクのライナの人たちかわいそうや、なんとかしてあげないと、そうだ募金やとか紛争に参加してしまうやろね。とりあえず今は静観して見てるだけがいいですよ。共産国で起こっていることには首を突っ込まない、知らん知らん、いらん、いらんって避けた方がいいんです。